現地10月30日、日本時間31日、ロサンゼルスドジャースがニューヨークヤンキースに7対6で逆転勝利。4勝1敗でワールドシリーズを制覇し、4年ぶり8回目の世界一に輝いた。動画、大谷翔平が初のワールドシリーズ制覇で大興奮。初回にいきなりヤンキースの3番アーロン・ジャッジのツーランホームラン、4番ジャズ・チゾム・ジュニア。 のソロ本塁打で合わせて3得点をマーク。また2回にも2得点を許し、5対0と序盤から大きくリードされた。しかし、5回にドジャースも反撃を開始。フリーマンの敵時中前打、テオスカー・ヘルナンデスの敵時二塁打で5点をダッシュし、同点に追いついた。その後は両者譲らぬ、激しい攻防を繰り広げ、終盤にリードを奪ったドジャースが7対6の逆転勝利を収めた。 この日、一番指名打者で先発出場した大谷は、4打数無安打一三振という結果になった。だが、山本義信と共に加入1年目にして初の WS 制覇にネット上では、世界で一番幸せな瞬間、ほんと楽しいシーズンでした。漫画の主人公すぎるわら、声上げて泣いたの久しぶり、最後に笑顔が見れてよかった。みんなと抱き合って喜んでる。 あんなに喜んでる大谷さんとか吉信って WBC 以来かも。などと日本人ファンから多くの賛辞のメッセージが寄せられている。